雷管のちゃんとついてなくてちょっと出てるやつを今からバラしてみよう。よし、まずこれに入れてやって、あ、簡単に取れたな一発か。さてさてさて、見えないな、ライト。ライトで照らすと分かるように、これは難しいな、ピッカピカの新品じゃないんで、誰かどんくさいやつかこんな感じに作ったみたい。さて、これを修理できますかね。これがさっきのやつで、これに入らないね、入りませんね。こういうふうにちょっと切り込みがあるんだけど、この切り込みにちょうどここ当たるよね。トンカチで叩いてみようかな。ということはやめた方がいいでしょう。これはプレスを使えばなんとかなるんで、プレスのセット。いつもだと全く使わない。これが、B の雷管を押し上げるやつ。これは多分前に何度か、ブログに書いたけど、レバーが長いのでガチャッとやってしまうとちゃんと上がってるかどうかわからなくやってしまうので、雷管を壊す可能性があるので、普通は手でやってる。だけれどもこれはプレスでやる。これだと一応こういうふうに入って、こうして下ろして、うん、おー、これは入りません。うん、入ったかな、これ。あら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 、入ったかな、入ったかな、これ。まったいだになりましたね。ちゃんと入ったんだ。じゃあどっかの誰かさん、これでちゃんと押さえるのをやってなかったんだ。途中でやめたみたいですな。多分このこういう風なプレスを使って雷管を入れるやつで、これで最後までガンとやるんじゃなくて、途中でやめてこっから抜き出したんだと思う。というのも、このシェルホルダーにはこういうふうにちょっと深めの雷管が抜けて出るようになってる感じになってるのでね、簡単に外れてしまうからこういう問題が起こるのかもしれない。あれ、手動で吸うやつか。はい、これが手動のシェルホルダー。そして下がプレスを使ってやるシェルホルダー。この切り込み、微妙な切り込み、これはなし。この2つの違いがさっきの原因になる可能性がある。
もしこのシェルホルダーでちゃんと雷管が入ってなかったら、これから取り出せない。この場合は、ちゃんと入ってなくても取り出せる。まあ、こういうのちょっと気をつけた方がいいかもしれないね。まあ、普通は指で、この部分を、こうすると、飛び出てるか飛び出てないかすぐわかるんだけどね。そういうの、これ9ミリ弾だからね。チェックをしない人が多いんでしょう。気をつけたいですね。